こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は昨日、解説した、オレオをですね、オレオの、ドラムの叩き方の解説をしていきたいと思いますが、4つ、項目があります。1つ目はサビで入ってここですね、 AA2 をお休みしてサビで入って、最後の A3 のところで決めをやるというやり方、これが、リダクシンのやり方なんですが、そしたら今度は、ここの、メロディーをですね、ここはもうお休みしてしまうんではなくて、軽くみんなとそのユニゾンしてしまうっていうやり方がすごくよく定番でやるので、その、まずは、ユニゾンをスネアだけで音量バランスだけでやるやり方と、タムとかに移動して、ユニゾンでやるワード、B とかワード C を使ってやるやり方っていうのを解説します。で、最後に、この AA2 の部分ガシャガシャとこう書いてあるですね、この3拍フレーズで通り抜けてサビのところで解決するみたいなやつのやり方の解説を4つやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはですね、この AA2 はお休みでサビのところに入るということですね。それはもう普通に、フィルインを入れてブラシでもうずっとこうメロディーカウントしておきながら、メロディーやってる時にタイム感をキープしておきながら、ワン、ツー、ワン、ツー、ツー。これですね、タッツチャーン、ダーダッダーダッダーなので、タッツチ、ここはここドラムジミーコブ、これなんか間に合わなくてスネアだけでやってる、スターンダーダッダーダッダー、別にこれでも全然大丈夫ですが、まあ、ここは伸ばす音なので、ここはシンバルとかを使ったり、チャージャッチャージャッチャーはこういうふうに長い短い長い短いを使い分けてました。これいいですね、非常にね。というところでやっていってもらって、これをコーラス数ずっと、例えばそれぞれのソリストの1回目だけこれやって、すぐにスティックに持ち帰る、で何ものソロをやっていくっていうのもやり方の一つだし、マイルスの場合はマイルスをやってる間ずっとこれをやってて、コルトレーンが入ってくるまでずっとこれをやり続けるということですね。1人目のアドリブの時はずっとこれをやり続けるということになっています。なのでここの AA2 はソリストと、ベースに任せておいて、サビのとこだけ入ってきて、まあ、この辺ここをピアノと一緒に決めるということですね。なのでこれ別に循環じゃない曲でも AABA で速い曲だと、このここの、B だけ入ってきて AABA の構成とね、でここをこれ決めてると結構何回かやってるとピアノの人がキャッチしてくれる可能性があります。というふうにこのこれができるように練習しておいてもらって、ご使用していただくと非常にこう循環の時にこうモチーフだとしてはとてもいいモチーフだと思うので、使ってみてください。メロディーのユニゾンですね。これメロディーここにリズムだけ書いておきました。だったらだったらっていうのが、これが、メロディーのモチーフなんですが、これが、ずれて出てくるんですね。だからひっくり返って聞こえるんですね、ここの部分がね。なので、これうまく作られてると思うんですが、これ2-4踏みにくいんですよ。あれひっくり返ったと思って僕は昔修正した覚えがありますが、ダメですね。これちゃんと覚えておきましょう。で、この最後の音が長くて、2回目に出てくるとかはマイルスはリラックスの時もやってますが、タッタラー、タッタラーで始まるけど、2回目はタッタラ、タッタラーって音を切ってます。なのでその辺とかもちゃんとメロディーで合わせてあげるといいかなと思います。でスネアでやる場合には、まあ、長いか短いか気持ちの問題なので、強く叩けば押さえつけたりすれば短くなります。でここに書いてある通りにアクセントを拾ってもらうと、タッタタタッタタタッタタレレレレタッタタ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 タタタッタタ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 、まあ、あのスペインの時にも言いましたけど、音程の高いところをアクセントつけてあげるとそのメロディーっぽくなりますね。なのでここのタッタッタ、ここ書いてないですけど真ん中のとこをタッタッタタバタバタってやるとそのように聞こえますよね。でこことかね、こういうとこルバルブダバドをやるよりはやるとこのメロディーっぽくなります。というのをしっかりやっていただければいいかなと思う。2回目がタッタッタタバタバでサビに行くということですね。この部分のメロディーはだから1回目は放置しといて、2回目ハイハットで、うん、2回目薄くハイハットでユニゾンしておいて、ブラシで入るなんかの、やり方なんかで非常に使えると思います。でこれを、タムとかで合わせるときは、まあ、パッパラーパッパラー、まあ、長いときはこれ、タッタラッタッタ、短いときはこれにすると、タッタラッタ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 ッ
ワードビート C で分配する。ここダラダラダラやるとダバラバラブデダって聞こえない。アクセントで移動するかっていう風にやるとジャズっぽくなりますね。ダラ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 、こういう風にやる。なあのという具合にやっていただけると、あのメロディーとしてユニゾンすることができるかなと思います。はい、ここの、この間言ってたポイントですね、3拍フレーズってやつですね。これはだからハイハットで地味コブがかかるんですけど、ワンツーワンツースリーフォ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 ー、こういう具合にやってます。なのでこれいつも言いますけど4サイドで見てること、ワンツースリーフォーワンツースリーフォーで聞こえてくるのが3拍子も聞こえてくるから、3拍子っぽいフレーズにこう頭を寄せていくんだけど、4が消えてしまわないようにするっていうのがこれのポイントですね。なのでこう書き出しておきました。これ3小節の繰り返しなんですよ。ワンツースリーフォーってこことワンツースリーフォー、ここも一緒でしょ。だから3小節のずっと繰り返しなんで、繰り返して書いてもいいんですけど、最初のうちやっぱこうやって書き出さないとわからないんですね。なのでこうやって書き出してやっていきましょう。そうするとここで急に加速したみたい、ここで24にするからね、加速したみたいに聞こえますということになってますね。でこれを上に書いたやつですね、この上に書いたやつがここライドでやると現代っぽくなります。ワンツースリーフォー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 、違う拍子が聞こえてくる感じがするでしょ。でここの部分全部今ハイハット踏みましたが、この交互に休み踏む休み踏むすると完全にライドのレガートに聞こえるでしょ。ワンツースリーフォー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 ワンツーでレガートの抑揚をつけてあげると、この3拍子間の方の拍子が強く聞こえるんです。でも必ず体の方は4で考えてる、頭の方は4で考えてるね。4で考えた上でこの3拍子が聞こえてくると、なんか両方自分がこう波に乗ってるみたいな感じになるんですよ。だから1 2 3 4 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 1 2 3 4
ていうふうに考えてるということですね。っていうのをやっていただけると、ここの A と A2 の遊びしろがいっぱいできるので、これで行ったり休んだりユニゾーンにしたりっていうふうにしてもらって、 B のとこはレガートに行くという考えの山で、全部レガートにするっていうものももちろん、カードにあるので、カードを増やしていくと、こうこのカードから切ってって、このカードから切ってって、ここで一番盛り上がるんだっていうカードを出していけるわけですね。だからこうやってカードを増やしていくっていうふうに覚えていただければいいんではないかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。